は、股関節を鍛えるトレーニングを行っていきます。まずやる方は四つん這いの姿勢になってもらい、体幹をしっかり固定します。この状態で足を真後ろに片足伸ばしていきます。そして足のつま先の高さがなるべく頭と同じ位置になるようにイメージしていきます。で、伸ばした足を外側からゆっくり回していって、元の姿勢に近いようなところまで戻していって、で、ゆっくり元に足が伸ばした状態まで戻していきます。この状態の時に股関節が落ちてきたりすると効果が減ってしまうので、体が硬い人はずれてしまいやすくなるんですが、股関節だけを動かすようなイメージで動かしていってください。